マルティン・リヒテンシュタイン・マルティン・ハイン・リヒカール。リヒテンシュタインは、ドイツの医師、探検家、動物学者、植物学者である。ハンブルクに生まれた。イエナ大学、ヘルムシュタット大学で医学を学んだ。1802年から1806年まで、南アフリカに渡り、ケープ植民地の総督の個人医師になった。1811年に、南アフリカの旅、1803年。 を発表し、同じ年にベルリン大学の動物学の教授に任じられた。1829年にスウェーデン王立科学アカデミーの外国人会員に選ばれた。多くの鳥類の爬虫類や両生類の記載用の記載を行った。ベルリン動物園の創立に寄与し、国王フリードリヒビルヘルム4世の飼育場の寄付を得るのに成功した。 ジェームズ・クックの2回目の太平洋の航海に参加したヨハン・フォースターの残した記録を編集し、1844年に出版したことでも知られる。サ鮭科の蝶類の種テラクリーズ・リヒテンスタイニアなど、多くの蝶類の種や、鎖蛇科の種、コーザス・リヒテンスタイニアに懸命されている。リヒトは、植物の学名で命名者を示す場合に、 マルティン・ファインリ・ヒリヒテンシュタインを示すのに使われる。ありがとうございます。